どうも小林舘貴です。始まりましたムーンシャインキャッチャー R 第4回。早いものですね。今回はですね、僕がデビューした90年代後半によく聴いていた曲のお話をしたいなと思います。それでは最後までよろしくお付き合いください。ムーンシャインキャッチャー R。今回は僕がデビューした90年代後半ですね。僕が20歳になったのが92年ぐらいかな。僕は早生まれなんで、早生まれの人ってあれですよね、昔に遡った時にこうあれ92年やったかな93年やったかなっていうのがちょっとわからなくなるんですよ。だから必ず五郎とか93年ぐらいとかちょっとぼかすんですよね。これないですか、早生まれの人って。あと早生まれ同士って割と連携しやすいっていうのは僕だけかな。割と早生まれ同士の人って楽なんですよね。わかるっていうか、ちょっと引いた感じがあって、人の輪の中でもグイグイ行く感じじゃなくて、でまあグイグイ行っててもちょっと計算しながら行ってる感じに好感が持てたりして、あ、なんかね、そういう息癖っていうの、うん、で1曲目はですね、ウーアさんのリズムっていう曲ですね。サビがですね、あなたの唇に終わらない夢を見る、今聞こえ出すのはそえいえんのリズム。このサビのメロディーですね、一つの中に明るい部分と暗い部分がこう入っていまして、ですね、ここここ、これがですねとても気持ちいいなと思いまして、ラジオでかかるたびにも一緒に大声で歌ってましたね。でこれと同じテイストのですね、曲がアニタ・ベイカーのスイートラブっていう曲がありまして、ここですね、ここからここっていうね、ちょっとこうテイストが同じくくりに入るような感じがして、なんていうのかな、暗いのと明るいのが曲の中にね、この短いサビの中に同時に入ってる感じがするんですよ。で最後にもう一曲、 YMO のビハインドザマスクっていう曲もそうですよね。ですね、これですね、この感じがたまらなく好きなんですよね。でそれで出たその90年代のに刺さった曲がこのウーアさんのリズムなんですよ。あなたの唇に終わらない夢を見る、今聞こえ出すのはそえいえんのリズム。ちょうどもう何デビュー何年前や、3年ぐらい前やから2年前やったかな。とにかくこう自分の中でもいろいろ盛り上がってる中で聞いたんで、特に覚えてるんですよね。ムーンシャインキャッチャー R。 2曲目はですね、ジャミロクワイのバーチャルインサニティですね。出だしがThank you.
すごく印象的な出だしですよね。で今の後半が好きで、これすごいこう絶望感みたいなのを感じません？うわやってもった、やってもったって感じがするのね。でサビは、この曲のサビすごい綺麗ですよね。ここでね、驚くのがこの後何もせずにまた戻るので、まだ何もしない。どういうことかっていうと、あの多くはですね、こういう時はとかやるの、とかやるんですけど、やらないの、そういう余計なことを。そこがすごく好きです。ムーンシャインキャッチャー R。 3曲目はですね、スガシカオさんの黄金の月ですね。この曲はですね、僕の情熱は今や流したはずの涙より冷たくなってしまった。どんな人よりもうまく自分のことを偽れる力を持ってしまった。この曲を聴いた時に、あ、いい曲だなと思いまして、なんかこういうなんていうの、弱いところを前面に出してさらにそれをポップに聴かせる曲ってそれまであったのかな、なんかね、そんな風に思ったんですよね。なんかバンド系とかもうちょっとこう大人のね生き方を歌う系ではあったと思うんですけど、その弱さをですね、こうポップに歌うというところではすごく影響を受けましたね。この曲は意外とこうギラギラしている曲だなと思いました。黄金の月はちょっと自分で歌ってみてびっくりしたんですけど、すごくなんかピュアでこう無垢なこう弱い男の曲なのかなと思うと、意外と違ってこうギラギラしてるなと、そういうエネルギーを感じたので、いや歌ってみないとわからない、ピュアだとかなんだとか言いながら、実はその隠れギラつきみたいなところに見せられてたのかもしれないですね。いかがだったでしょうか。こうやってね歌ってみるとね、なんか好きな曲の傾向っていうのがあるもんなんですね。その当時は全然分かんなかったんですけども。それでは皆様お付き合いありがとうございました。さようなら、小林幸樹でした。ムーンシャインキャッチャー R。